チームレッド3人目のスケーター佐藤美宇選手の登場です。さあ今シーズンのノービスチャンピオン真央さんと同じく山田コーチの指導を受ける名古屋の後輩なんですけれども、あの衣装というのは浅田選手が着ていた衣装ですか？そうです、はい最後にじゃあなんかこうメッセージをお願いします。そうですね、最年少なので、あの元気いっぱい、あの笑顔で、あの楽しく滑ってほしいと思います。さあチームレッド真央キャプテンがかつて着ていた衣装をつけて、佐藤美宇グランプリ東海クラブ、またもや名古屋から飛び出したヒロイン候補です。あの本人もジャンプは見てほしいという話をしています。おっと、トリプルサルコフィギュア王国愛知名古屋、その遺伝子を受け継ぐ佐藤美宇、かつての浅田真央選手が着たという衣装を身につけての演技でした。